八重洲ブックチョイスビジネス編、今回の空き版は孫社長に叩き込まれたすごい数値化仕事術、 PHP 研究所発行、三木武信さんの著作でございます。今日はその三木さんと一緒に本について語っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。すごくもう発売からずっと八重洲ブックセンターのベストに入っておりまして、非常によく売れております。で、買っていかれる方は大体ビジネスマンが中心になるんですけれども、よく今店頭では入り口の近くに置いてあるんですけれども、手に取って中身を見て、そしてお買い上げいただいている、そんな感じでございます。まあ、この本多分ですね、その年次が上の人だけじゃなくて、多分現場の人も手に取って、あ、これ結構使えるなと、自分が今ちょっと悩んでることに解決できる、まあ、糸口になるんじゃないかなっていう、そういう本だと思うんですよね。数値化っていうところに惹かれると思うんですね。今まで数値に関する本はたくさん出てたんですけれども、それを数値化にしてどうやって自分の仕事に持っていくかっていう本はなかったと思うので、非常に皆さん待ち望んでいたテーマだと思います。そうですね、ソフトバンクで、まあ、統計学を、まあ、すごく勉強するように孫社長に言われたりするわけなんですけど、まあ、ソフトバンクではやっぱり実務で本当に自分の業績を上げるためにどう活用するかっていう観点で使われているので、まあ、この本でもですね、同じように、まあ、学問としての統計学を勉強することももちろん意味があるわけなんですけれども、まあ、その中でも本当の実務に使って自分自身の業績を上げていく、自分の仕事をもっと効率的にやって早く帰れるようにするとか、そういう工夫に使える、まあ、数字の使い方を説明しているんですね。はい、それが非常に皆さんにストンと来てるんではないかなと。中身を拝見しますと、すごく親切な本ですよね。どこに着目したらいいのか、そしてその数字をどうやってどういう道具を使って分析していったらいいのか、でさらにはその、数字にまつわる法則、これも出ていて、非常に今まで の、 その教則本とは違う位置づけで、それで売れてるんだと思います。そうですね、昔から結構ですね、数値化したらいいですよとか本で書いたりとか、まあ、講演会でですね講演してたんですけど、実は多くの質問がですね、実際に実務でどう使ったらいいかわからないっていう質問をすごく受けていて、で今回は、まあ、数字っていうところに着目して、本当に売上を上げるためにはとか生産性を上げるためにはっていう、そのゴールから逆算して数字としてどういう、まあ、数字の取り方をしたらいいのか、測り方はどういう測り方をしたらいいのか、どういう分析したらいいのかっていうことを一つずつですね説明して、またまあ単純な、なんというかですね、その理解しただけでは使えないわけなので、まあ、ツールとして Excel であったりとか、まあ、まあ統計のソフトウェアの使い方であったりというようなことまでですね、まあ、説明しているので、まあ、これさえ読めば一通り実際実務でどこまでやればいいかというのが分かる、そういう本になっています。いろんなExcel を使う、その使い方も非常に丁寧に説明されているので、初めてそういうのを見る人もいるかもしれないんですが、非常に親切だな、使いやすいな、で自分が何をしたらいいのかなっていうのがピンポイントで分かっていくと思いますので、そこが非常にポイント高いと思います。そうですね、はい、Excel のところって結構自分で本当にやれば簡単なんですけど、それをまあいわゆるそのエクセルの教本で勉強しだすと、自分が本当に統計で使う部分とは関係ないいろんなことが書いてある、どこが自分が使いたいことと、まあ、対応してるのかっていうのはなかなかやっぱり教則本では分からないので、この本ではあくまでも自分自身がやりたい回帰分析なら回帰分析はこうですよっていう、まあ、そこだけかいつまでやってる、まあ、そういうこう誰もがすぐ使える本なんですよね。この本を読むと三木さんが非常に孫社長に叩き込まれたんだなっていうのが伝わってきて、多分読んだ方も僕も叩き込まれたいなって思う方がいらっしゃるんじゃないかなと、そのように感じました。まあ、ソフトバンク時代は朝から晩まで、朝の7時半から、まあ、大体10時ぐらいまではもう全て同じ会議に出て、そして10時から資料作っとけって、まあ、なかなか今だと働き方改革で怒られちゃうような働き方だわけだったんですけど、まあ、今はですね、このそのノウハウを全部凝縮して、まあ、誰もが使えるノウハウとして、まあ、うまく本にして世の中に広めていきたいと思っています。ぜひこの本を
手に取って皆さん数値化仕事術を克服し、そして生産性を上げていきたいと思います。